どうも皆さんこんにちは、ジョリッドさん。はい、ということで今回の動画なんですけれども、待ちに待ったこちらのガチャ来ましたので、今回引いていきたいなと思います。2021 OB 田中正宏セレクション。はい、ということでこちらに表示されております10連2021 OB セレクションスペシャルということで、田中正宏セレクションの方を今回まあ90連ぐらい引いていきたいな、あと100連90連ぐらい引いていきたいなと思っております。よろしくお願いいたします。ということで軽く選手見ていきます。はい、ということで1人目が古田敦也捕手でございます。まあ今回の、狙いの1人の選手でございます。ヤクルト純正なので、で一応守備適性も S まで乗りますし、打撃能力も高い捕手となっておりますので、今回の狙いでございます。はい、ということで続きまして阪神金本選手でございます。金本選手もですね、私、OB で、2年前の OB かなんかでゲットしましたので、金本選手も今回狙っていきたいなと思っておりますので、よろしくお願いいたします。特殊能力も広角打法もラインドライブチャンスということで、結構強い特殊能力持っておりますので、今回の狙いの一人です。はい、ということで続いて巨人が松井秀喜選手でございます。パワー87の完全パワー型という感じで、一応適正センターなんですけども、レフトセンターレート全て66の C 適正でございます。まあ、プルヒッター回ということで、まあ、リアタイでは広角の方がまあ強いと言われてますので、まあ広角よりはまあ微妙なんですけど、まあステータス結構高いんで、まあ私 A ランク松井秀喜選手持ってないんで、まあ今回私はそんなに狙っておりませんけども強いです。はい、ということで広島が黒田投手でございます。制球スタミナ84の A 同値となっております。で球種特殊能力ともにですね、どちらかというとリーグオーダー向きの投手となっておりますので、まあリアタイガチでやっております。私は今回は黒田投手スルーでいきます。はい、ということで中日ドラゴンズ岩瀬投手でございます。こちらも、抑えで、球威制球 A を持っておる、まあ、貴重な選手の一人なんですけれども、まあ中継ぎも一応 S 持っております。で特殊能力存在感切れ奪三振、あと球種の方もですね、まあ、ツーシームとかあのフォークボールが持ってるわけではないので、まあ、そんなに強くないと思われますので、リア対面では私はスルーでございます。はい、続いて横浜佐々木投手でございます。球威85の完全球威型、そして2種フォークを持っているリア対で結構強いと言われている投手でございます。で特殊能力ですね、存在感奪三振キレということで、まあ、やっぱり抑えとしてはめちゃくちゃリアタイ強い投手となっておりますので、佐々木投手も今回狙いの一人でございます。はい、ということでオリックス佐藤投手でございます。スタミナ86の A ということで、完全スタミナ型の投手でございます。で、あの球種のですね、ヨシボールっていう私もあんまり見たことない球種ありますので、まあ、これがまあリアタイどれぐらい強いのかっていう感じなんですけども、まあ特殊能力から見てもですね、まあ、そんなにリアタイ向きのピッチャーっていうわけではないなと個人的には思いますので、まあ、私はスルーできたいなと思います。はい、続きましてロッテ落合選手でございます。ミートパワー86の A 同値、そしてファーストサードどちらも C 適正、一応サード適正ですね持っております。そして特殊能力広角アーティストチャンスということでめちゃくちゃ強いです。まあ、今回落合選手私も狙っていきたいなと思います。よろしくお願いします。はい、続きまして楽天ジョーンズ選手でございます。パワー 78B の完全、パワー型、でございます。で守備適性、守備範囲は E なんですけども、補給スローイング型は結構いい ステータスになっております。で特殊能力選球眼パワーヒッター、満塁男ということで、まあ、そんなリアタイ向きではないなと思いますので、今回ジョーンズ選手はスルーでございます。はい、続きましてソフトバンク野村克也選手でございます。パワー86の完全パワー型の選手、そして捕手でアーティストでございます。これは貴重でございます。で一応守備適性もですね、まあ、肩が C なんですけども、まあ、そんなに悪くない、ステータスなので、まあ、守らせるにも結構、まあ、私的にはですね、まあ、守らせられるかなと思うステータスでございます。で特殊能力捕手存在感高いアーティストということで、まあ、キャッチャーなんですけどバッティングも強い選手となっております。なんですけども私あの A ランク一体を持っておりませんので、今回はスルーでございます。はい、ということで日本ハム尾崎投手でございます。球威84スタミナ86で、一応スタミナ型なんですが、称号チャレンジで球威スタミナのどっち狙える選手でございます。で一応球種がストレートシュートカーブしかありません。そして特殊能力もそんなに強いリアタイでは強い特殊能力ではないので、私はスルーでいきたいなと思います。はい、ということでラスト西武カブレラ選手でございます。ミート82パワー88という完全パワー型、パワーヒッターの選手でございます。
で守備適性見てもらえば分かるんですけども、代打もしくは DH 枠の、選手かな、まあ、DH かなっていう感じ で一応特殊能力もパワーヒーター広角ローボールヒーターということで、パワーヒー広角持っておりますので、リアタイでも十分強い、バッターですので、まあ、今回カブレラ選手もですね、私 A ランク持っておりませんのでスルーでいきたいなと思います。まあ、当たっても A ランクいっぱいゲットしたいなと思っておりますので、よろしくお願いいたします。はい、ということで、選手から見ていったんですが、まあ、私の狙いなんですけども、まず第一候補、古田敦也選手でございます。そしてその後、金本選手、そして、横浜の佐々木投手、そして千葉ロッテの、落合選手、こちらの4選手、狙って今回引いていきたいなと思います。今回田中マセルセレクションですね、私、選手予想しまして結構当たっております。一応まあ、ツイッターでも言ったんですけど、まあ、今ちょっと画像出てると思うんですけど、こんな感じで当たりましたんで、ぜひともそちらの動画を見ていただければ嬉しいなと思います。よろしくお願いいたします。ということで、まあ、ヤクルトジャイアンツ目指しておりますので、古田敦也選手はどうしても取りたいなと思っておりますので、よろしくお願いいたします。ということで、まあ、大魔神佐々木選手もですね、あとロッテの落合選手も狙っていきたいなと思います。ここら辺の3選手、この3選手、まあ、ゲットできたらめちゃくちゃ嬉しいなって感じで、で金本選手もついでほしいなっていう感じで引いていきたいと思います。よろしくお願いいたします。これで早速10連目いきます。はい、まあ、一応最大100連しようと思っておりますので、最大です、あくまで。うん、レッツゴー、錦金どんまいどんまいどんまい。で、まあ、一応、まあ、60連で、今言った4人の選手ですね、4人の選手全員出たらもうやめたいと思っておりますけれども、まあ、そんなことはないと思いますので、一応90年まで回っていく予定ですので、よろしくお願いいたします。ということで10連目は早送りですかね。はい、早送りでございます。これは絶対早送りです、さすがに。まあ、あと A ランクも欲しいんで、結構セレクションの A ランク選手セレクション、エース通常回。はい、ということで、30% の、セレクションの確率を引けなかった橋森でございます。ここら辺が私って感じですね、マジで。まあ S ランク当たったんで、まあ流れはいいということで、 A ランクのセレクションの選手も欲しいんで、 A ランクも狙っていきたいと思います。今回は A ランクも結構大満月ワンチャンある、来い調子くん、20どんたいえの前。まあ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 、でも A ランクのマークセレクションの選手も欲しいんで、まあ特に大魔神佐々木投手とかは結構選ぶかもしれないと思っております。まあまあ、ちなみに自チームヤクルトでございます。ヤクルトでございます。よろしくお願いします。はい、ということで、30連目 S ランク田中雅宏セレクション1人確定でございます。ということで、ここで古田敦也選手引いて楽に今後引いていきたいなと思います。よろしくお願いいたします。いきます。はい、2枚引きもいいよ、2枚引きもいいよ、2枚引き来いよ、2枚引き来い、調子かー、23、はい、ダメ、これゼロ演出でまず S ランクパターンワンチャン、違かった。で、まあ、ちなみに自チーム確定今来なかったですね。とりあえず第1 の自チーム確定来なかった。そして次の打つ、ここ打ったら古田選手か、違う、打たない、ニコリー、さあ誰、さあ誰が来る、さあ誰が、金本選手、大魔神佐々木選手、山岡投手、あとロッテの落合選手、こちらの3選手欲しいですね。古田敦也選手以外だったらの場合なんですけれども、ということで初田中将大セレクション S ランク、この人です、来い、佐藤投手、早くいかこれ、早くいかだから A ランク来いって、 A ランク来いって、 A ランクのセレクション、 A ランクのセレクション来いよ、マジか。だからさ、早くでしょ、もうここいます、もう早くです、これだから A ランクも欲しいんだけど、 A ランクも欲しいんだけど、全然セレクション来ないもん、 A ランクのセレクション一人も来ないもん、どういう感じですこれ、マジで来いや。はい、ということで、もう早くも、60連目になってしまいました。ということで、S ランク田中将大セレクション選手一人確定でございます。ということで、ちょ、まあ、落合選手の画面にしてこれ引いていきたいと思います。いきます、2枚引き、欲を出して2枚引き、気合で2枚引き来い、頼む、あるよこれ、ワンチャン、ワンチャン、マジこれ、マジある、マジこれある、自チームじゃない、調子くん、2時、いやー、2枚引きねえな、これ2枚引きねえな、最後まで行って、最後まで行って、頼むお願い、2時まで行って、2枚引きないです、2枚引きないです、打て、古田選手じゃないです、多分これ、まあ、にっこりしますね、これ誰か、マジで誰かっていうの大事、これ2枚引きの、これ、うわー、ここはさ、お前な、外すんだよお前、2枚引きで外すなってお前、マジで、で全然セレクション来ねえし、これ何、これ引いてるガチ違う、マジでこれセレクション全然来ねえんだけど、
マジ2枚引きなのにさ、もうってことで、まあここで狙える選手がめちゃくちゃいいんで、正直言って来い。カブライラー。はい、ということで90年目の方をやりたいと思います。もう今回100年すると決めました、ここに誓いましたということで、90年目、100年目、どちらも S ランク当てて今回動画終わりたいと願っております。よろしくお願いいたします。ということでいきます。古田選手来い。古田選手、はい、頼む。2枚引き来てお願いします。ブルル、あー、調子くん、2枚引きないっす。もう2枚引き絶対ないです。絶対とは言わないですけど、まあないです。で、打たなかったら古田選手も、もう かなり薄い可能性としては。打たない。虹にっこり、はい、にっこりしますね、さすがにここは。で、A ランクのセレクションも、 A ランクのセレクションも大事だよってさっきから言ってるんですけども、私全然 A ランクのセレクション選手出ません、本当に。はいはい、ということでここで、まあ、古田選手、金本選手、佐々木投手、落合選手、この誰か来てほしい。お願いします。来い、金本選手。はい、ということで、まあ、一応狙いと言っていた金本選手を当てることはできたんですけども、残念ながら限界突破は2という悲しい現実がここに待っておりますということで、100年目ここで古田敦也選手を引いてこの動画綺麗に締めたいなと思いますので、よろしくお願いいたしますということで、最後100年目引いていきたいと思います。頼む。まあ、年次でいきます。頼む、来てくれ、お願いします。マジで来てください、神様お願いします。ここで古田選手お願いします。いきます。はい、頼む。満月、満ちゃる、来い、頼む、来て。ソース君、虹きちいよ。でもここは S で終わりたい、ガチで来て。やばいやん、これダメやん、この100年目。打て、いや、打たないね。マイスランク来て、お願い、飛んで、にっこりして。終わった、終わりました。私の今回のセレクション、佐藤投手、カブレラ選手、金本選手の、綺麗に確定分のみを引いて終わるということで、まあ、累計のイベントの S ランク契約書、頑張って、古田選手当てたいと思います。よろしくお願いいたします。いうことで今回これで終わりたいと思います。最後までご視聴いただき誠にありがとうございました。